麓でも騒ぎ始めたようだ。急いでここを離れねば。おや、転移装置のアクセスキーを変えたな。無駄なのに。キリコさん、つけていたのか、肘山君。きっとこれは何かの誤解です。あなたがスパイだなんて。ドージ博士ならそう言うだろうな。なぜ逃げたのです？秘密を盗んだ嫌疑で憲兵があなたを探してる。博士の娘がスパイ行為などするはずがない。残念ながら娘じゃないんだ。本物のドージキリコは東京にいる。え？だがスパイ呼ばわりは侵害だ。騎兵の機密なんか盗む必要がない。騎兵を作ったのは僕なんだから。ドージ博士は本土決戦の騎兵計画を担う人物。その博士と共に来たのが娘のキリコさんだ。本物ではないなんて。本気で言っているのか。自分が騎兵を作ったなどと。本物がここにいないならあなたは誰だというのか。説明したって信じやしない。それとも君の僕に対する感情は本物かどうかが重要なのかい？それは。突拍子もない話だ。あなたが作った？ああそうだ。あれをエディタで起こして自動工場に発注したのは僕だ。あなたはきっと気が動転してるんだ。僕が連結素子を君の頭に埋め込んだ。麻酔が効いていたし覚えてないか。交渉へ来るのは博士の使いだとおっしゃっていた。理由がなければ怪しまれるじゃないか。君は愚直だが見どころはある男だ。何を一体。名残惜しいってことさ。ちょうどキーの解析が終わった。それじゃあここでお別れだ。キリコさん消えた。そんなバカな。あの一瞬で神社裏の参道を逃げるのは無理だ。キリコさんはどこへ。誰かやってくるぞ。あいつは交渉に忍び込んだ。素性の怪しいやつだ。しかしもし彼女の仲間だとすれば行き先を知ってるかもしれん。木陰に身を隠して様子を見よう。時坂神社。少し前に沖野の転院履歴がある。今すぐ追えば捕まえられるか。設定はセクター4、1984年。観念しろ、逃げられんぞ。ドージ博士は本土決戦の騎兵計画を担う人物。
その博士と共に来たのが娘のキリコさんだ。本物ではないなんて。ドージ・キリコを知っているか？ああ。やはりあいつはドージ・キリコなんて名じゃない。それは本当なのか？彼女もそんなことを言っていた。彼女か。うまく化けたよな。奴は沖の司、女装した男だよ。出まかせを言うな。そんなわけがあるか。とても信じられん。ドージ・キリコは女装した男で、本当の名前は沖の司。肘山スパイめ、逃げられると思うなよ。ここで何をしていた？言ったところでお前は笑うだけだ。正直に話さないと痛い目を見るぞ。ここから別の時代へ行くんだ。貴様、頭がおかしいのか？この男、出まかせに時間を旅するなどと言い出した。冒険科学小説じゃあるまいに。別の時代か。もっとまともな言い逃れをしろ。お前の言う同時キリコはここで転移して未来へ逃げたんだよ。ごまかされんぞ。もう邪魔するな。俺は奴を追う。ほう、居場所は知っているんだな。どこだ、案内しろ。巻き込まれるぞ。下がれ。転移する。時間旅行か。できるもんならやってみろ。どうなっても文句を言うなよ。じゃねえか。和島さんに呼び出されてビビっちまったんですよ。逃げやがったか。口ほどにもねえ根性なし野郎だ。待てやこら。なんだ。ソースで絡めたそばをほろ甘いパンで挟む。戦後の世界でこれだけは。焼きそばパンは認めざるを得まい。ざけんなこら。人に肩ぶつけておいてただで済むかい。バビンかい。ぶつかったか。そりゃ悪かった。はあ。悪いで済んだら警察はいらねえんだよ。なんだ、金ならないぞ。待て、捨てんだろこら。待て、捨てんだろこら。わ、和島さん、こいつ近頃噂になってる学ラン狩りの野郎ですぜ。なに？確かにこいつが来てんのはうちの学ランだ。貴様らあいつらの知り合いか。何しろここでは天涯孤独のみ。衣食住にこと書いてな。服と金銭の提供は誠に助かる。親切な仲間に礼を言ってくれ。じゃあな。おい、逃げんじゃねえ。これ焼きそばパンがまだ一口も食ってないのに。この悪垂れ目、なんてことしやがる。なんか文句あんのか。痛い目見んとわからんようだな。おめえら、やっちまえ。
けろ。すいませんでした。バンは弁償しますんで勘弁してください。食い物を粗末にするやつは許さん。特に焼きそばパンはな。なんだこりゃ、怠慢つって呼び出しといて何やってんだ和島。なんだ貴様、こいつらの仲間か。俺はさくらの尾形年次だ。何人の喧嘩に割り込んでんだこら。てめえ知ってるぞ、学ラン狩りの肘山とかいう。肘山隆俊だ。俺はいらんと言ったが、ぜひにと言うから借りてやった。んなクソ悪いぜ。待てよ。はあ、調子こいてんじゃねえぞ。調子に乗っているのは貴様だろう。相手を見て口を聞けよ。上等だこの野郎、遊んでやら。来やがれ。やれやれ、後悔しても知らんぞ。なんだ、すっかり昭和60年に馴染んでるじゃないか。様子を見に来る必要はなかったかな。あの顔、あの声、まさか。待ってくれ。てめえ、喧嘩の途中でどこ行く気だ。畜生、どけ。間もなく夜明けか。この辺りで見失ったんだ。近くにいるはずだ。あの野郎の蹴りまだ効いてやがる。根性あるやつだったな。ずいぶん手こずった。鍵がかかってる。見つかっちゃったね、キリコさん。一晩中探してたんだ。相変わらず無鉄砲だな。騙されないぞ貴様。そんな格好で。そろそろ来るかなと思ってたから。君の分も朝ごはん用意してあるよ。半年も探していた。言いたいことは山ほどあるんだ。焼きそばパン買っておいたよ。昨日食べ損ねたでしょ。焼きそばパンか。いや、ごまかされんぞ。元の時代に戻せ。何と言おうが無理にでも連れ帰る。嫌だと言ったら力ずくで僕を押し倒す？ふざけるな。貴様本当は男だろ。ここで確かめてみるかい？とても信じられん。同時キリコは女装した男で、本当の名前は沖野司。本当は沖野司というそうだな。男のくせに女装なんて。僕に告白しておいてその言い様は納得いかないな。生白い僕があの時代で生きるには丸坊主になるよりこっちが似合うだろ。それなら
なんで今その格好なんだ。君が喜ぶかなって。な肘山君は面白いな。この方が都合がいいんだ。僕が生きているのを秘密にできる。同時博士は本土決戦の騎兵計画を担う人物。その博士と共に来たのが娘のキリコさんだ。本物ではないなんて。なぜキリコさんに同時キリコだと身分を偽った？同時博士は了承してくれたよ。彼は四季島における技術研究の始祖だ。彼の功績で四季島は戦後飛躍的な進歩を遂げる。未来の技術を僕が教えたせいかもね。なぜだ、なぜそんな取引をする。騎兵だよ。本気で言っているのか。自分が騎兵を作ったなどと。騎兵で何をするつもりだった。あれがあそこに現れたのは単なる事故だ。あれが昭和20年の技術で、作れないのは理解できるだろう。もちろん40年後のこの時代でも無理だ。もっとずっと未来の、全てが自動管理された工場で作られたものだ。君にも分かりやすく言うなら、事故で故障したんだ。戦えるように現地で直す必要があった。米軍と戦うためじゃないのか。何と戦うつもりなんだ。ともかく俺は戻らなければならない。騎兵計画を成功させれば敗戦を防げる。見どころはあるが君はやはり愚直だ。何とでも言え。貴様が何者であろうと必ず連れ帰る。各都市の空襲、沖縄、広島、長崎であれほどの被害を出すわけにはいかない。図書館で調べたのか。土手に住んで日雇いで生計を立てていたり。君は意外にもたくましいな。ずっと監視していたのか。一つ提案があるんだが、僕はこの1985年でやらねばならない仕事があるんだ。それが終わるまで待ってほしい。いや、手伝ってほしいな。これは君にも無関係じゃない。全て終わったら君の言うことを何でも聞くよ。どうかな。な、何でもだと。いや、俺と一緒に戻るんだな。それが望みなら。ゆっくり考えてくれ。ここの2階が僕の拠点だ。どこへ行く。学生服を着ていくところは一つだよ。そうだ、焼きそばパン机の上に置いてあるよ。ほら、お腹が鳴ってる。昨日から何も食べてないんでしょ。鍵は開いてる。食い物でごまかされんぞ。痩せ我慢せず取ってきなよ。ソースで絡めたそばをほろ甘いパンで挟む。戦後の世界でこれだけは。焼きそばパンは認めざるを得まい。やつめ、どこへ行った。食い物であしらわれたか。焼きそばパンだからな。それも仕方がない。それでは一口。うまい。このソースの甘辛さが
たまらん。制服を着ていく場所、学校か。学校に何の用があるんだ。ともかく沖野を探そう。このまま逃げられてはかなわん。母校にでも行ってみるか。
それも計画のうちだ。それに試したいこともある。分かった、貴様を信じる。ターミナルは様々な防御機能も備えてる。彼らがアクセスした時点でそれらも使用可能なはずだ。ターミナルで直接怪獣を攻撃させてみよう。円盤にダイモスを攻撃させるのか。これはどうだ、移送プラズマ EMP を実行してみてくれ。このままじゃいい負けだ。何をやったんだ。ターミナルが範囲内の指定された目標だけを機能停止させた。すごいな、これは。もっとバンバン撃ちまくってやろう。それは無理だよ。だが他にも機能がある。解析しよう。人生ってのはままならんな。持ちこたえてみせる。12番機兵、防御モードに移行。この俺が弱気になっているとはな。打ちのめ。よし、12番機兵、敵機攻撃。まずは恐れ入ったか。人生ってのは持ちこたえてみせる。12番機移動するぞ。訓練通りというわけには。こりゃどうだ、他愛のない。イージスの軌道を確認。周囲の敵を自壊させた。効果てきめんだな。こんなものがあるなら先に言え。騎兵も出番いらずだ。起動まで時間がかかる。それまでにやられれば終わりだ。そしてこのターミナルは封鎖されて二度と戻らない。それは何かまずいのか。私はゴート・レンヤ。君はセクター5の適合者だな。誰と交信している。面倒だ、肘山君、内緒で頼むよ。いや、俺一人だ。騎兵信号を確認。別の場所でも騎兵が起動している。17番と19番だ。稼働できる騎兵は何体あるんだ。なんとかなったな。